佐藤陽介のドラゴンへの階段。皆さんこんにちは。佐藤陽介のドラゴンへの階段。今日はこんなオープニングにしてみましたが、皆さん大丈夫ですか？引いてませんか？大丈夫ですか？困った時にはこの音楽がかかりますね。皆さんこんなのも入りますから、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、佐藤陽介のドラゴンへの階段、今日は3回目、4回目放送分の収録ということで、今日も元気に楽しくやってまいりたいと思います。ということで皆さん、無事か、無事じゃなかったか知りませんが、オープニングは撮り終わりましたので、本題に入ってまいりたいと思います。さあ、佐藤陽介のドラゴンへの階段、私が、日本レコード大賞をこの3年の間に、取るという目標を掲げているんですが、その過程をですね、ドキュメンタリータッチで毎回撮っていきます。もう1回目、2回目は放映されてまして、今日3回目、4回目分の収録、いろいろですね、コンセプトなど1回目、2回目を見ていただけると分かることがあると思いますので、もしまだご覧になっていない方、ぜひご覧になってください。ここにこの名前で検索していただければですね、出てきますので、ここはエディさんお願いしますね、ここね、後でね。はい、ということで、今なぜか開脚でスタートしたんですが、昨日夜、一生懸命考えました。どんなオープニングにしようか、今日はそうだな、何をしたらいいんだろう、妻が開脚でもしたらよし、これだというふうにもうビビッときまして、よし開脚にしようと。実は今日2回撮りますので、もう1回あります。もう1回目は別の開脚にしてみようかなと思いますので、はい、ということで、なぜ私開脚、そこそこ開脚、嫌いじゃないんですが、なぜかと言いますと、この7年ぐらいです、もう7、8年になるかな、毎日欠かさず体操してます。まあ、1時間弱、ゆっくり時間をかけてですね、体操をしてます。もうそれは僕がツアーをいろいろしてる時からその習慣を始めまして、やっぱりその体を大事にしなきゃいけないなと。まあ、ツアーという結構、まあ、言ってみればですね、いくらでもこう体を壊せる状況なんですね、ツアーというのはね。睡眠時間は少ない、演奏が終わったらパーティーで皆さんが催、ね、パーティー催してくださって、そこでもう好き放題、食べ放題、飲み放題、ろくに寝もしないで次の、まあ、空港に行って次のところに行くと、まあ、そんなような生活だからいくらでもこう悪くなるんですが、それがなんとか悪くならないように体操をですね、始めまして、素晴らしい先生がいらっしゃいます。せっかくですからここで紹介しますと、浅草橋に、ですね、国沢先生という、国沢康夫先生という素晴らしい、体と、心を持った先生がいらっしゃいます。かっこいいし、かも僕より、年上でもう50以上なんですが、どう見ても僕よりも若く見える、ブリージングストレッチというですね、教室を開いていらっしゃいます。そこで体操の手ほどきを受けました。それで毎日、ほぼ欠かさず、どうしても、移動時間でできなかった時とかあると思うんですが、今はもう必ず毎日やってます。やらないと、気が済まない。で、7年ぐらいやるとですね、だいぶなんか体 の形も変わってきて、言われたんですが、先生に言われたんですけど、体操を始めてから7年ぐらい毎日毎日やってると、7年ぐらいで背骨の形が変わり始めると言われましたので、多分今変わり始めてるんじゃないかなというふうに思ってます。健全な精神はね、健全に何二人に宿るじゃありませんけれども、そんなことで、それで、その細かい、旅行対象を取るにあたっての、話は、1回目、2回目などをご覧いただいて、今日はですね、そこに向けて自分で実はそのやらないようにしようということをですね、いくつか決めてます。そのやることっていうのはね、さっき言った、体操やるとか、いろいろこれをやって、この3年の間にこれをやって、もうレコード大賞に近づいていくぞというのはね、あると思うんですけれども、やらないようにすること、意外とその目標を、そこに近づいていくときに、
なんて言うんでしょうね、この消去法じゃないですけど、これをやらないようにする、やらないようにするっていうことの方が割と、一つ一つクリアしていきやすいのかなという気は、いたしました。この自分でこうやって目標をね、皆さんにオープンにしちゃったことでもうやらなきゃやらなくなっちゃってるわけですから、これもう一つ一つでも近づいてる姿を見せるときにですね、これできました、これできましたってなかなかこれいけないんですよね、これ考えてみたら。でもやらない、これはやりませんとかいうのはこれ見せられるかなというふうに思いまして、今日はね、そのうちのいくつか、お話ししたいと思います。じゃあ、ね、たくさんあるんですけど、まず一つ、そうだな、一番わかりやすい、一番わかりやすいこと、佐藤陽介へのドラゴンへの階段、これでですね、これからやらないようにする、この3年の間に、まあ、3年というのは、まあ、私47なんで、1972年の47歳なので、まあ、50歳までの間に、レコード大賞を取ると。で、その、まあ、これも一言は言っておかないといけないなと。レコード大賞っていっぱいあるんですよね。最優秀賞から、例えば編曲賞、作曲賞とかいろいろあるんですよね。企画賞とかね、いろいろあるんですけど、多分、まあ、最優秀賞か、ごめんなさい、こんな贅沢言ってる場合じゃないんですが、最優秀賞か、まあ、大賞、まあ、レコード大賞っていうかね、大賞なんですけど、その大賞っていうのは、金賞っていうのはね、ノミネート、10作品がノミネートされる。その中から最優秀賞が選ばれる。だからまあ、金賞でもいいかなというふうに思ってます。すいませんが。いいよね、だって金賞って相当なヒットですよ。大体ね、毎年の金賞のやつを見るとね、知ってる曲いっぱいありますから。あと、まあ、編曲賞。金賞を狙いましょう。金賞を狙いましょう。まあ、その50歳までの間、3年、やらないこと、一番分かりやすいことを決めてしまいました、皆さん。一番分かりやすいのこれです。金、朱、イエーイ。もうかれこれ、10日以上になるかと思います。禁酒しております。まあ、3年間禁酒しようと、まあ、僕お酒大好きな人間で、まあ、ほとんど毎日、特にです、ね、僕好きなのはね、まあ、こんな禁酒してるのに好きなビールなんてしょうがないんだけど、僕ね、小麦のビールが大好き。ツアーしてる間にヨーロッパにずいぶん行きまして、ベルギーとか、ね、とかね、南ドイツにはですね、ローカルの、白ビール、小麦でできたね、ちょっとなんて言うんでしょうね、じゃあ、苦味のあるホップの大麦の麦芽のビールと違ってね、甘い感じのヒューガルデンとかね、日本でもよく、ね、飲んでますけど、ああいった感じのビール、大好きなんですけど、それね、もうやめます。3年間の間はやめます。これもとにかくこう決めましたので、こう禁酒という、これをもうしっかり変えて、今日はこれで一日過ごしたいと思います。まあ、それで禁酒すると何がいいということなんですけど、僕、歌をね、歌ってますでしょ、歌い始めたんですけど、まあ、その日本で活動して。やっぱてきめんにいいですね。多分10日ぐらいの間ですけど、あ、なんかこれなんかブレイクしちゃうかもっていう感じがしてます。ね、なんていうのかな、やっぱ体調がやっぱりいい、起きた時に体調がいいし、この粘膜っていうのはてきめんにその体調が現れるんですよね。ですからこう寝不足とかね、お酒の深酒とかっていうのはてきめんに次の日、特に朝、午前中、まあ、夜になると大体もう戻ってるんですけども、その人間の体が回復してくるんでしょうね、粘膜。だけど頑張ってもこれ回復できないと思うんですけどね。その粘膜の調子がとってもいい。だからこのボーカルコードっていうの、ボーカルコード、声帯っていうのはね、これ粘膜ですから、やっぱそれは多分いい。例えばね、今日お客様でトランポン吹く人いるけど、多分それもいいのかもしれない。わからない。でもジャズミュージシャン飲む人多いからね。そう。でも金管奏者の人は演奏中飲まないって人多いですね。でやっぱりその充血しちゃう。充血が早くなるでしょ、そのリップ。あとシンガーでも少しだけ飲むけど、血行が良くなる程度に少しだけ飲むけど飲まないっていう人はやっぱ多い。その演奏中ね、終わったら飲む人いっぱいいます。僕はとりあえずもう禁酒、やろうということで、やろうじゃない、やらないようにする。要は酒を飲まない。やらない、あ、これ書いておかないといけないね。やらないこと。じゃあ今日もう一個だけ、今日というかこの第3回目収録分は、もう一個だけちょっとお話、もう一個やらないこと、
やらないことで、やっちゃダメという感じでこのことで龍がこう怒ってます。ダメだぞ。あれ牛？牛だねこれ。牙。体もちょっと変えてみましょうね。龍が怒ってます。ダメだよ。ダメ。ああ飲みたいね。いやもうまあねこれあのもうここで言っちゃいましたからもうこれ全世界に放送されてますからねこれインターネットですから。もうですからもう禁酒します。だから僕くらいも僕に酒を勧めたりしないでください。皆さんお願いお願いやめて。もう心が折れるの早いからね。でやらないこと何かと言いますとね。じゃあ一つはこれにしましょう。あの急がない。もうやめたんです。これねいつやめることにしたかというとついさっき。この準備してる時はねさすがにちょっと急いだんですけど間に合わないからね。あの急がない。要はその。車に乗ってる時とかにね、やっぱりどうしても早く着かないといけないとかっていうんで急いだりするでしょ。それからまあ何でも例えばこのレコード大賞取らなきゃいけない頑張って練習して一生懸命練習しようとかってまあそれはいいんですけど、でも急がないっていうことをもう決めました。僕さっき車に乗ってきた時、あこれあんまりいいことじゃないなっていうふうに思いました。というのはまあ言ってみればそのなんて言うんでしょうね、結局人間生きてるわけですよ。生きてるっていうことはまあ同時にまあ一歩一歩こうまあ、ね、あの消滅に向かって、まあ、まあ生きてるっていうことはまあ、ね、その必ず避けられないのあの引く時がやっぱり来るわけですから、そこに一歩一歩近づいていくわけですから、まあ、急いだってしょうがないだろうと。でそれだったら今一生懸命消滅しながらこうわーっとこう一生懸命大事に大事にそこをもう満喫して思いっきりもううわーって楽しんで生きていた方が常に、でそれが急いでたら急いでるっていうのはちょっとそこの部分をないがしろにして先に何か要は囚われてるんじゃないかなと思いました。急ぐのやめます。なんか矛盾してるようですけど3年の間にレコード大賞取るとかって言ってですけどね、多分その今こうやって充実して何か一つ一つ自分が良くなってるというふうに感じることが多分ね本当の目的だから、そのレコード大賞取るっていうのはまあ一つの指標ですから、別に小気違いじゃありませんので、僕小コレクターじゃないので、たくさん、いろんな賞を取ったって言って言われるつもりもありませんし、ただ皆さんにお見せするだけにね、お見せするためにこれやってますけど、あのそうじゃないんで、ね、こういう急がないということも だからとりあえず、この、第3回目放映分をですね、やらないこと2つ、禁酒、そして急がない、まあ、これどっちかというと、これ急がないというのは意外とこれ忘れがちかもしれないですね。知らないうちにこうパッパッパッとこう急いで何かやろうとしてる自分がいるかもしれないから、これちょっと気をつけないといけないね。まあ、あの急がない話、あ急がないやらないことの話、いくつかまだあるんですが、これはまた次回に20分の間に1曲何かを演奏するということにしましたので、じゃあ、早速演奏に入ってみたいと思います。さあ、はい、それではですね、ここで、演奏の方に入りますけれども、演奏しますのは僕が好んでよく演奏しておりまして、お客様からでもですね、あれやってよあれやってよとよく言っていただく曲がございます。竹内まりやさんの駅、この曲を演奏してみたいと思うんですが、その前に一つこれね、そう、ここにね、これ禁酒をやらないと書いちゃうと、これ飲み続ける、もう飲みまくってやるみたいな感じになりますんで、これね、まあ、皆さん、ね、お分かりだと思いますけど、ここね、飲酒をやらないと、ね、ここ飲酒をやらないと、ね、いうことですから、まあそこで。それでは、演奏入ってみたいと思います。竹内まりやさんの駅。一人でやりますので、それで一人でサックスを、吹くのもあれなので、ちょっとカラオケを作っておりますから、それをちょっと
これじゃなかった。これじゃないです。これをバックにして、駅を目指すわけであります。あ、これでもありません。まあ、いろいろありますけど。昔愛してたあの人なのね、懐かしさの一歩手前で込み上げていたい思い出に言葉がとても見つからないわ。あなたがいなくてもどうして元気に暮らしていることを誰気なく告げたかったのに、
今日のドラゴンへの階段、収録はここまでとなりました。皆さんどうもありがとうございます。